いいかな。英雄伝説ゼロの奇跡実況プレイパート75をやっていきたいと思いますと。月の総員のね、探索の後ですね。線抜けやすすぎる。なんだっけ。カジノに出かけたっきり帰ってこない奴がいるっていうことでね。その捜査を請け負ったわけですけれども、今から捜査して見つけられるでしょうかね。まあ、とりあえず、一旦クロスベルに帰ってみよう。今日は本当にありがとうございました。ご恩は近いうちに必ず返させていただきます。大げさだな。ま、なかなか興味深い体験をさせてもらったぜ。あの遺跡、総員についてだけど、一応クロスベル大聖堂に相談してみた方がいいかもしれないわね。そうですね。アーティファクト絡みであれば、他にどうしようもありませんし。なるほど、わかりました。副司令と相談してそのあたりの対応は考えてみます。皆さんの方はこれから街で聞き込みですか？ああ、少なくともカジノは訪ねてみるつもりだ。もし警備隊の方でそれらしい情報があったらこっちに連絡してくれないか？わかりました。鉱山町のガンツさんですね。それでは失礼します。皆さん、お疲れ様でした。お、そっちこそお疲れ。さてと、結構あの車も小回り効くな。ええ、そのどうでもいいところに突っ込んじゃった。ガンさんっていう行員の情報を集めないとね。はい。そんじゃあ。とっとと歓楽街の方に行こうぜ。遊びに行くわけじゃねえぞ。あ、もう勝手に進行していく。そろそろカジノも夜の部か。そんじゃ適当に遊びながら例の行員の聞き込みでもするか。いや、ダメだって。潜入捜査でもないのに遊ぶ必要は全くないかと。とにかく従業員の人やお客さんに聞いてみましょう。ガンツさんの消息について何かつかめるかもしれないわ。へいへい、了解。ふん、ちょっと設定変えたんだけどね、これいらんな。追加のゲーム情報。これだ。いらんな。よっしゃ、ではでは。まあ、なんか偉そうな人に聞いてみるのが手っ取り早いよな。おや、これは皆さん、ランディと一緒に遊びに来られたんですか？いえ、実は。ちょいとオーナーに聞きたいことがあるんだけどよ。行方不明になっているガンツ行為について尋ねてみた。行方不明？そんなバカな。今日だってうちに遊びに来て荒稼ぎしていかれましたが。あったのか？本当ですか？しかも荒稼ぎって。おいおい、オーナー、人違いじゃねえだろうな。俺たちが探してんのはマインツの行員をやってる月も勘もねえ野郎だぜ。ああ、もちろんその方のことさ。2週間前になるか、久々に顔を見せたかと思ったら別人のように強くなっててな。
おかげでうちのディーラーは負け続き、50万ミラくらい持っていかれてるよ。おお、50万ミラ、かなりの大金ですね。おいおい、マジかよ。なんかイカ様をやってるとかそんなんじゃねえんだよな。私たちもプロだ。イカ様があれば気づくさ。とにかく異常に勘が冴えてる上に、ありえないほどの月の良さでな。一体彼に何があったのか、こちらも知りたいくらいなんだ。町長さんから聞いた話と随分違っているみたいだけど、あのオーナー、ガンさんは鉱山町にはずっと帰っていないそうですが、滞在場所はご存知ありませんか？ああ、それならすぐ近くにあるホテルに毎日泊まっておられますよ。それも確か最上階にあるデラックスルームだったはずです。お湯してんな。デラックスルームですか？おいおい、どんなお大臣だっつの。でも意外とすぐに消息が判明しましたね。ええ、早速訪ねてみましょう。はいはい、じゃあパッと向かいましょう。もう日が暮れたか。とにかくガンさんと一度話をしてみないとな。ええ、向こうにあるホテルに行ってみましょう。デラックスルームは確か最上階にあったはずよ。カジノで大勝ちをして優雅にホテル暮らしかよ。ったく、羨ましいじゃねえか。ランディさん、そういう問題では。ではでは、最上階っていうからとにかく上に登っていけばいいのかな。こいつもあれか、この辺か。こいつくせえなあ。あー、ランディさん、あら、お久しぶりね。ご無沙汰してるぜ。あ、なんだおめえらは。失礼します、クロスベル警察の者です。マインツのガンツさんですね。そうだが、おめえらどこかで見たことがあるような。え、というかこの人、軍用犬騒ぎの時に倒れそうになっていた行員さんの片方では。な、あの時の。そんなこともありやがったな。思い出したぜ、確かに警察のガキどもだったな。この俺様に何の用だよ。その、実はマインツの町長さんに頼まれまして、あなたの行方を探していたんです。町長が俺のことを。一体何の用だってんだ。あんた、こっちに来たまま2週間も連絡取ってねえんだろ。失踪したんじゃないかってえらく心配されてたぜ。それで私たちが捜索を引き受けたんです。なるほどな、よかったじゃねえか、ちゃんと見つかってよ。と言ってももう俺はマインツなんざ帰るつもりはねえんだが。そうなんですか。一体どうして。決まってんだろ、俺は手に入れたんだ、天才的なギャンブルの腕をな。腕や勘だけじゃねえ、女神の幸運も俺様のもんだ。誰があんな田舎町に戻ってせこい穴掘りなんぞやるかっての。そんな。おいおい、そのいいんですか、みんな心配しているんですから、せめて町長さんには連絡を。うるせえ、俺にさせずすんじゃねえ。もう一儲けしたらミシュラムにでも行くか。おい女ども、週末あたりにテーマパークに連れて行ってやるぞ。宝石店とブティックで何でも好きなものを買ってやる。あ、本当ですか。楽しみにさせてもらうわ。ダメだこりゃ。ダメだなあれは。
完璧に舞い上がってやがるぜ。ああ残念だけど町長さんに状況を伝えるしかなさそうね。私たちが説得するというのも筋違いでしょうし。そうですね、本人の意思もありますし。ロイド、何か気になることでもあるの？いや、ちょっとね。もともと月も勘もない下手の横付きでしかなかった週末ギャンブラー、どうしてこんなに勝ち続けることができるようになったのかと思ってさ。それは確かに気になるな。つうか、ぜひともコツを伝授してもらいたいくらいだぜ。ランディさんもギャンブルはそこそこ強いと聞いてますけど。調子がいい時はな。だが2週間連続で勝ち続けて50万ミラ稼ぐなんてのは無理だ。ま、ジャックみたいな凄腕の賭博師ならありえるかもしれんが。おう、名前が出たか。小説の話でしょ。あら、なんだ、まだいたんだ。おいおい、ご挨拶だな。そうだ、二人とも少し話を聞かせてくれねえか。あのガンツって兄さんについてなんだが。うん、別にいいわよ。何何、ひょっとして犯罪絡み？いや、そうじゃねえが、あの兄さんいつもあんな調子なのかよ。いくら酒が入ってるからってあまりに横柄すぎやしねえか。そうね、確かに最初の頃はあそこまで威張り散らしたりはしていなかったけど、そのうちどんどん偉そうになってったかな。まあうちらは客商売だからあんまり気にはしてないけど。そうか、あの態度は酒が入っているからだけじゃないってことか。それにしても彼ほんとすごいのよね。まるで伏せられたカードが見えてるみたいに勘が冴えてるんだもの。ルーレットなんて数字をピタリと当てちゃうし、ディーラーの人たちの考えも見抜いちゃってるみたいだもん。それはすごいですね。はあ、そこまでいくと勘というより超能力だな。なんでその力が俺に目覚めないんだっつーの。ガッツさんについては知っているのはそのくらいだけど。そんなんでもいいわけ？おう、サンクス。また暇な時にでも店に寄らせてもらうぜ。期待しないで待ってるわ。それじゃ、またね。今日なんか引っかかったか？まあ明らかにおかしいもんな。とりあえず町長さんに連絡を入れた方がいいんじゃないかしら。なあ、そうだな。ロイドを教えてもらっていたビクセン町長宅の番号にコールした。コントローラーの線が抜けた。マジでこれ線なんとかしないとな。どうも、特務支援課のロイド・バニングスです。おう、あ、君か。ひょっとして何か情報でもあったのかね。いえ、それが。ロイドはビクセン長女に一通りの事情を説明した。なんと、そんなことになっていたのか。まさかあのガンツがギャンブルで大勝ちをして高級ホテルに泊まっているとは。さすがに連れ戻す説得まではできなかったんですが、一応報告だけでもと思いまして。いやいや、それで十分だ。そういうことであれば明日にでも私が町に出て彼と直接話をしてみるつもりだ。ありがとう、本当に助かったよ。いえ、お気になさらずに。また何かあったら遠慮なくこちらに連絡してきてください。できる限りのお手伝いをさせてもらいますから。ありがとう、その時はよろしく頼むよ。町長さんはなんて？ああ、さすがに驚いたみたいだった。明日クロスベル市に来て
直接話してみるってさ。ま、身内が話すのが一番いいかもしれねえな。ティオ、さっきから静かだけど、何か気になることでもあるのか？いえ、ただ今日はいろいろあったので疲れてしまったみたいで。そうか、遺跡の調査もあったしな。もう日も暮れているし、そろそろ支援課に帰りましょう。キーヤちゃんも待っていることだし。そうですね、キーヤの笑顔が見られれば疲れも吹き飛びそうな気がします。大げさだな。ま、気持ちはわかるけどさ。やれやれ、揃いも揃って親バカというかなんというか。そんじゃ、とっととキーボーの顔を見に帰るとすっか。はい、さてと、さすがにこの時間止まるってアクションはないよな。あるんかー。まあ一応ね、いきなりバトルって展開にもならないとは限らないので。じゃあ支援課に帰ると。任せて。はい。あ、ファストトラベルが使えない。ずっと気になってる。宝箱マーク、なんだろう、ここ見えてるしね、宝箱。なんか入り方あるんじゃないかなってどうしても思っちゃう。またいずれなのかな。まあ、とりあえず帰ろう。ただいま。はあ、帰ってきた。おかえり。キーヤはいつも元気だな。うん、キーヤ元気だよ。ロイドたちは遅かったね。お仕事忙しかったの？まあまあかしら。まあ今日は移動に車を使えたから、その意味では助かったかもな。ですね。ねえねえティオ、なんか疲れた顔してるけど大丈夫？ええ、大丈夫です。キーヤの顔を見たら元気になっちゃいました。ふーん。キーヤ？キーヤ元気だからティオにお裾分けしてあげるね。スリスリ。あ、なるほどね。確かにそいつは効きそうだな。何よりの特効薬かもしれないわね。ありがとうキーヤ、元気出てきました。そっか。そういえば課長はまだ帰ってないのか？課長ならそこの部屋にいるよ。さっきお客さんが来てお話ししてるみたい。来客？お客さん、こんな時間に珍しいな。どんな人だったの？おひげが生えたクマさんみたいなおじさん。課長は先生って呼んでたかな。ああ、そっちか。イアン先生か。珍しいな、こんな時間に。一応私たちも挨拶した方が良さそうね。私は夕食当番ですから、そちらはお任せしておきます。大丈夫か？なんだったら夕食当番くらい俺が変わるけど。いえ、すでに下ごしらえは済ませてありますから。いつの間に？キーヤ、晩ご飯もう少し待ってください。手伝ってもらったら？だったらキーヤも手伝う。そうですか。それではよろしくお願いします。うん、どれどれ。失礼します。ああ、遅かったな。いやあ、お邪魔しているよ。やっぱりイアン先生。クマっていうからキリングベアの方。珍しいですね、先生。ピンときちゃった。ヒゲではないもんね、確かに。あの人。ああ、
セルゲイ君に少し聞きたいことがあってね。他の用事もあったついでに足を運んだというわけなんだ。他の用事ですか？ああ、端的に言うとキーヤの身元についてだ。もしかして何か分かったんすか？いや、残念ながらギルドにも依頼したそうだが、私もセルゲイ君に頼まれて他の可能性について調べていてね。残念だが、いや幸いというべきか、その可能性はないと分かったんだ。他の可能性ですか？ああ、数年前の話なんだがな、カルバード共和国を中心に子供が拉致される事件が起きたんだ。今ちょうどで黒の奇跡やってるからなんかリアルだな。詳細は省くが、かなりのでかい事件でな、カルバードだけじゃなく周辺諸国にも被害が及んでいたことから国際的な捜査体制が組まれることになった。この捜査体制には各国の軍隊、警察組織、そして遊撃士協会が協力した。そんなことか、初めて聞きました。俺も初耳だな。あまり知られてないってことは相当ヤバい事件だったんすか？ああ、結局事件は解決したんだがね、かなり深刻な内容だったので結局は極秘扱いになってしまった。私は民間のアドバイザーとして偶然関わっていたんだが。ちょっと待ってください。もしかしてキーヤがその数年前にあったという事件の被害者である可能性が？そう思って当時の被害を改めて調べてみたんだが、キーヤ君に該当する子は結局見つからなかったんだ。事件を起こしていた連中もほとんど検挙されるか自滅している。そのことが改めて分かったのでセルゲイ君に伝えに来たわけだ。そうだったんですか。少し安心しましたけど、まさかそんな事件があったなんて。ま、その事件についてはいずれお前たちにも話してやる。ただ結局キーヤについては振り出しに戻っちまったんだがな。ま、いいんじゃないっすか。身寄りが見つかるまで俺たちが面倒見りゃいいんだし。ああ、当分の間はここで保護した方がいいだろう。ただ本当に身寄りがなかった場合、里親を探すなり教会の福音施設に預けることも考えるべきかもしれない。それはでもいずれそういうことも含めて考える必要があるってことだ。子供一人を預かって育てるってのは半端な覚悟でできることじゃねえ。どれだけその子が可愛くったってな。そうですね。まあ確かに猫の子を預かるのと同じわけにはいかねえか。すまない、厳しいことを言ってしまったな。そういえば任務から戻ってきたばかりみたいだな。報告もあるのだろうし、私はそろそろ失礼させてもらうよ。いえ、そんな。実は先生にも相談しようかと思っていた案件だったんですが。おう、私に？ええ、実は。セルゲイとイアン弁護士に失踪した行員の一件を説明した。なるほど、そんなことがありやがったのか。いかにも支援家らしい仕事じゃねえか。結局事件ではなかったので本人の説得はしませんでしたが、町に帰るよう説得くらいした方が良かったんでしょうか。うん、難しいところだな。遊撃士だったら説得や交渉も仕事のうちに入るんだろうが、警察の人間がそれをやった場合民事介入になる可能性もある。なかなか難しい線引きのところだね。やはりそうですか。まあいい年した大人なんだし余計なお世話ってもんだろう。これでガキだったらケツでも叩いて家に連れ戻してやるところだが。そうね。しかし天才的なギャンブルの腕と別人のような月と感か。
先生、何か心当たりでも？いや、偶然かもしれないが、ここ最近似たような話を二つばかり聞いたことがあってね。本当ですか？まさか、他にもギャンブルで一山当てた奴がいるとか？いやいや、そうじゃないよ。聞いた話というのは、とある証券会社の証券マンと貿易会社の経営者なんだがね。貿易会社、大きな損失を出して非常に困っていたそうなんだが、だとしたらここ数日で耳を疑うほどの素晴らしい業績を上げたらしいんだ。特に証券マンの方はまるで未来が見えていたかのような月と勘で株を売買したらしい。それはどこかで聞いた話だな。もちろんただの偶然だろうけどね。ただ聞くところによると、その二人の態度もあからさまに横柄になったという話でね。